ぬきや緑兵衛です。高松盆栽の坂に来てます。いつも来てるんですけどね、まあ、王道の松を見ていただきましょうか。まあ、言ってもね、松盆栽の里って言ってもいいぐらい、松盆栽の鷹を除いてね、松盆栽の里なんです、ここはね。まあ全国の黒松の8割はここが生産しているというですね、非常に大きな産地です。はい、ここ国分寺町っていうのはですね、この錦松、結構この錦松御殿っていうのが昔はたくさん、まあ、今もねそのまま残ってますけど、たくさんあって、非常にこの錦松で栄えた町ですね。はい、もう黒松はね、サイズといい樹形といい、大体皆さん樹齢といいですね、欲しいものがここへ来れば大体見つけられると思います。あ、珍しいですね、錦蛇の目。へえ、いや、ここ初めて見ましたね。ちょっとごめんなさいね。黄金ですか、黄金ですね。あ、封入りではないんですね。封入りじゃないけど、ちょっとこの黄金葉がこう混ざるようなね形で、風のように本当に挟み込むような黄金錦松です。へー、初めて見ましたね、ここでね。あ、でも21番さんですからね、長老ですよね、ここのね怒られた、あんまり。はい、値上がりの黒松ですね。あ、こんな値上がりいいじゃないですか。どうやって見たらいいやろ。こっちから見ますか。難しいな。こうやって、どの角度がいいですかね。あ、ちょっと難しい。この角度がいいんじゃないですかね。ちょっと前にね、大きな松があるんで、ちょうど影になっちゃって、取りにくいですけど。これ。これいいじゃないですか。え、一桁間違ってないとか言ってね、これ3万円、これいいんじゃないですか。皆さん、わ、この値上がりも太いですよねえ。へえ、これも3万円。この辺全部3万円ですね。へえ、これね、まあ皆さん言っときますけど、産地ですからね、あくまでもね。これがいろんな流通を経て、輸送経費も、流通マージンもいろいろ乗っていくと、これは東京で決してこの10倍でもおかしくないですからね。5倍なんて当たり前ですよ。ここはあくまで産地ですから、畑からこの鉢にあげて数年っていうのが多いですからね。まあさっきのはもうそこからまた鉢で管理してね、また数年経ってるんだと思いますけどね。今日はね、王道の黒松を、王道の黒松か、王道の松をさーっとこう流すような形で見ていただいてます。いいですね。大体このクラスでも4万円、まあ、さっきの3万なんか安いですね、逆に言うとね。どっちで飛ぼうかな。こんな感じですよ、ここね。まあ1万鉢近くあるっていうか、まあ1万鉢ね、多分数えてないんでわからないと思うんですけど、数千鉢は間違いなく1万近くは大体ありますね。このぐらいの大きさの錦松って貴重ですよね。いいんじゃないですか、この大きさ。面白いですね。はい、
面白いというかビジネス的に面白いサイズですねこれね、うん、これは千住丸でしょうね。で横行くと千住姫ですね。八つ房千住丸というのは八つ房ことぶき松の新種なんですよ。でじゃあ千住丸はいたら赤松は赤松なんですけど、まあなんていうか説明が非常にしにくい。皆さん現地でも結構説明避けるんですよ。綺麗な葉ですね。綺麗な葉作ってますよね。はい、5分目安にしてましたんでここら辺で1回切ります。また次の機会に。